暮らしとビジネスが変わる 5G サービス、携帯キャリア最大手が2023年度中に全国をカバーすると発表しました。5G によって新たな価値創出と社会課題の解決に貢献してまいります。NTT ドコモは今日、今月25日から 5G サービスをスタートすると発表しました。複数のカメラで。 撮影をしたこちらの舞台の映像私が好きなカメラを選んで視聴することができます仮想現実 VR や超高速通信を可能にする次世代通信規格 5G 料金プランは上限100ギガの大容量プランで7650円。現行のプランに 追加で500円払えば利用できますソフトバンクは現行のプランに1000円追加で 5G を利用できますが8月末までに加入すれば上乗せ分は2年間無料としていました 5G が使えるエリアは今月末時点で羽田空港やオリンピック施設など150箇所6月時点で全都道府県での導入 2020年度中に500都市規模での展開を目指しますさらにドコモは2023年度中に基盤展開率97%を達成します2023年度中には日本国内のほぼ全土をカバーするとしていますソフトバンク NTT ドコモに続き KDDI も 23日に開始時期などを発表する予定で日本の 5G 競争がいよいよ本格化します。